始まりました。たらおたひろしのポッドキャスト。初の公開収録。いや本当にちょっと恥ずかしい。これあのこれ場所説明した方が車も通るね、結構。車だから通るとあ、そうですね、分かっちゃいますかね。高速の音もね。あ、高速道路も電車もあるし電車も通るし、それまあ人があんまり通んないんで、まあここはこれちょっと水道橋のある場所でね、ある場所でちょっと今初の公開収録というか、誰も今んとこ見に来てくれてない。誰も来てないですね。ゲリラ公開収録だから確かに、まあ、人がいないから不審がってる人すらいないですね。何やってんだろうみたいな感じで、今日は酒抜きですからね。そうです、今までと違うのは。そうです、そうです、大丈夫ですか。このためだけに真面目に来ました。早めに来たもん。いや本当そうですよ。本当はいつも月末に収録してたんですけどね、今回はちょっと忙しかったんですよね、湯沢さんがね。なんだっけ、月末が、はい、月末なんだっけ、多分のなんか西口の日でしょ、いつも。あれはじゃあ大仁田があったから。ああそうです、あの、あの日知ってました。大仁田さんの興行も、ソールドアウト。あ、そうです。西口もソールドアウトで、あともう一個ないですよ。だから3大会ともソールドアウトとか。新木場、新木場に何かあったんですか。新木場じゃなくてだと思いますよ。なんかそれもソールドアウトで、こんなことあるんだみたいなこと言って、なんかツイッターに書いてました。まあ、伊沢さん、あの時は、もちろん仕事だからね。あ、高楽園ホールは。僕もね、あれなんですよ。実はあの大仁田さんの興行、はい、見に行ったんですよ。知ってる。まあ、知ってました。まさかのね、まず熱烈なね、邪道信者だもんね。いやいや、そうだって、僕正直そんなに大仁田さんその信者じゃないんかったんですけど、まあ行った。でもやっぱすごくなかったですか。あんなプロレスやる人いないからね。あれはすごいよ。いやすごかった。俺本当にあの。まあ、昭和のプロレスって大変ですけど、本当に警備員さんがリンクサイドにいて、ああ、いたいた。てかあれもあれ衝撃だって、あんなのないよ。あ、やっぱそうですか。本当警備員いるんだろうって。でお客さんを止めるんですよ、あの警備員さんがね。あの大仁田さんが試合出たらみんながバーってリングに近寄るから、警備員さんが止めて、止めたんだ。あれ、あ、なんか座ってくださいとかって言って誰も座らなくて。だって大仁田は来てほしいからね。まあまあそうなんですけど、あれはあれだろ、ハロウィンのコスプレの人じゃない警備員風な。だって全然止めてない止められないじゃん。まあ、あれが警備員だとしたら相当のおなしだよ。まあまあそう言われたら誰言ったのかものすごい言ってもらって、本当に止めちゃったらでも興ざめだよ。そうなんです。最後なのにこんなみんなこう、まあまあ正直ね、警備員だから正直あれをその警備員さんも含めて俺もうすげえと思いますよ。元気だよね、もう見た私は。いやいや、だってあれやっぱすごいよ、60であんだけ動いて。ああ、まあ確かに。あんなに試合も割とあんなにね、人の頭バカバカ叩くの割とすごい労力が、ね、やられる方もすごいけど。だって試合前もちゃんとあのツーショット撮影とかもしてて、あ、知らないからやるんだと思って俺。すごいんだ、あれがね、金と、はい、いう見方をしちゃえばそれまでだけど、まあ、試合後もちゃんと、それで喜んでるからね、あれ絶対疲れるはずなんだよ。いや、そうだと思いますよ、僕も思いますよ。いや、そうですよ。いや、すごかったですよ。完璧で。はい、ね、はい、また引退もしたくなる。いやいや、だって俺が本当にダメだったら客来ないんだから、来るんだったらやっていいんだよ。まあそうだって喜んでんだから金払って。そうっすね、普通の大仁田興業より面白いじゃん、引退ってなると。まあ、正直まあまあ値段高かったですもんね、あのリングサイド以外も7000円かぐらいするんですよ、確かね。でもあれは面白かった。いや、面白かった、興業としても。で、まあ僕的にはですね、やっぱり第一試合見ていただきましたか。太仁田さん、あれ何なの、あれ学生プロレス出身の学プロの人です、はい、ね、知り合いなの。なんで繋がったのか知らないですけどね。え、さだまさんも知り合いなの。あ、俺まあ多分 2,3 回興行一緒になってますね。何の時、何だったろうな。ガラスプロレスとかじゃなくてドインディーで。意外とね、キシンドーとかもね、なんかたまに呼ばれて奪ったりしたんですよ、確かに。あれ別にデブなだけで全く大仁田氏に似てないよね。そうなんですよね。あれがいいんだったら大仁田熱苦しいも俺呼んで言えばよかったな。まあまあそうですけど、最後に大仁田ランブルやるようになったよね。でも正直これ俺マジで世界初だと思いますよ、そのモノマネをしてる本人の引退試合の第一試合でモノマネレスラーがリング上がるって結構。まあね、大仁田氏記憶ありますか、伊沢さん。そう言われてみればね、じゃないですか。
こんなアントニオ猪木引退試合の東京ドームでアントニオ猪木がそうですよやるとだと思えばすごい。いや俺もすげえと思いました。これでも最近のオリタアツシ工業はああいうなんかドインディーとかいっぱい出てるから。まあそうなんですけど。だってその、まあ、10月の藤田が出てきて、はい、お台場でやった時も、はい、腰かとあれ見た目がと他の出てるじゃん。ああそうなんです。割とがオリタ工業にそのクラスが出るのはもう引退でって思えばね。いやーだから重い。いやだから逆にすればいいんだ。どうですか。棚本引退試合の第1試合が棚橋宏。いやいやもうめちゃくちゃ失礼だしもう本当に怒られるよ何それ。どうせ夢なのそのぐらい。お前が棚橋宏の引退試合の第1試合でしたいっていうのは普通の夢じゃん。まあまあ、まあ、普通のモノマネ芸人の夢で、まあ、そうですね確かに。棚本クラスだったら逆に自分の引退の時は。いや俺泣いちゃいます逆に。やめてくださいって棚橋宏。逆に帰っちゃうよ。逆に帰っちゃうよ。なんで断ってくださいって言って思ったよ。どんだけ優しいんですかって言って。でも本当思いますよ。だからこんなだからさっきまあ出ましたけど俺と自分に置き換えたらこれとんでもないことしてるなと思って話したのにデブニタにデブニタだっけあの太ニタさんです太ニタか、はい、全然知らなかったけどね。あ本当ですか。いや最近なんかやたら名前大分公園出るなあそうですよね初めて見たよ多分。でなんか本当はクラッカーを使うギミックがあったんですけど、なんか鍵現金だからクラッカー使えなくて、水も後楽園よく許すよね。新宿フェイザーもアウトなんだ、ね。そうですね、もうアウト。結構普通のところアウトじゃない。まあそうです、ね。後楽園ホールってでも割と優しいよね。大日本とか見てると傾向となって、まあ、まともな会場はアウトだよ。いやそりゃそうっすよね、うん。いくらどうやったってさ、はい、お客が望んだって。まあ、クラッカーがダメなんだよ。らしいおかしくね。いや俺もじゃあ、いやいや俺も思いましたけど。どういう理屈だ。あ、そうです。被害とにかくダメなんだよ、ね。なんでやるんだろう。なんでやんないんだろうと思ったら、そうらしくて。だから音響でやってたんだ。そうですよ。爆破風の。だから、もうよ。クオリティは低いよね。まあまあまあ。はっきり言って。本人は嬉しそうだったけど。いや、そりゃそうですよ。で、しかもファンの人も優しいから。一人だけすげえ怒ってるファンがいたんですよ。僕の近くのところにね、早く帰れとか、そんなふうにいや、一人だけ、お今ね、犬が、お犬も怒ってます。そりゃ怒りますよ、犬も。本当に。一人、あんな 犬みたいな感じで、熱心なファンでした。でも、あれだっても、彼だったら、大似た暑苦しいの方がいいんじゃないの。ちょっとまだ似せようと。まあ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 。もう今更だけど。まあそうですね。だから俺は自分に置き換えてて、思っちゃいましたよ。だから自分の引退試合もね、どうな、僕は何、でもなんだかんだよ。もうね、やり残したこともないもんな。西口ももう卒業したし、数年前に。いやいや、卒業もまあまあそうですね。だから、ガールズプロレスでチャンピオン1位にもなったし。ああ、いやいや、ファン投票だけど、そうですけどね。もしもしカウントダウン。いや、ちょっと思いましたよ、僕も本当に。ああ、自分の引退興行も。芸人で引退工業ある西口でたまにやるよね。引退工業っていうか引退試合的なこと。芸人を引退する人たちですからね。なるほど。はい、あ本当にいなくなる芸人芸能。そう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 。プロレスだけやめる人はやってくる。俺ぐらいね。なんならでも俺らっすよ一緒にまたやるだろう。芸人やってたら。このラインが分かんないの。ますます大分中将に分かんない。棚橋宏の真似はするんだろう。まあまあまあそうですね。モノマネは続けますもちろん。試合的なことは試合はそうですねっていくら金積まれてもいやいやまあまあ引退する人がそもそもあるのかって芸人引退するんだまだ分かる。いやいや何その格闘技だけ引退みたいなこと言ってるのと一緒だよ。でもなんか言い方悪いんですけど僕引退とか言わないと棚橋さん呼べないでしょもう。自分の興行に棚橋さん来てもらうにはもう俺引退しますんで棚橋さん最後にお願いしますって言ったら棚橋さんも動いてくれるじゃないですか。棚橋宏の一存じゃ決められないからね。まあまあそうです。だからいろんな大人の力も働くんで、だから俺の引退といえばなんとかその大人のツイートツイートあいやツイートツイートの方が来てくれる。ツイートだった俺が。あ本当ですか。残念ながらお前は
この世にはいないいや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 、むちゃくちゃですよ。遠い空から見守るしかない。いや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 、感動するだろ、お前の葬式で。まあまあそうですよ、田中さんが。この後ろ姿、中村ちんすけとやってたら。いやいやいや。逆に増やしたで。それでドッキリで、お前韓国に出てきて。いやいや、いやいや、ぶっ殺されて。来てたんですよ。死んだって聞いたんですよ。すいませんです。いやでも本当そうです。もうそんなことでもしないと田中さん呼べないので。いやでも田中さんだってもう41。そうですね。ね、ああ、わかんない。いつ辞めるかわかんないですよね、体だってね。そうですね。割とあっさりね、辞めてもおかしくないと思ってたんだよ。俺40引退説はずっと俺の中であったんですよ、ね。ああ、そうだったんですか。でもインターポンチもね、この前取って、だったら取っちゃって防衛して。割と結局、新日本も豊富とはいえ、そうですよね。ヘビー級のね、若い人まだそれほどいないから。そうなんです、意外とね。まだジュニアが多いですね。確かにですね。だからまだ大丈夫、来てもらえるけど、先に引退しちゃう。まあそうですね。で、その夢つながりで、この前鳥取で、鳥取でですよ、武藤敬司さんが試合したんですよ、ダラーズプロレスで。武藤敬司選手は今年いっぱい出てる。え、そうなんですか。なんかいろいろ地方回ってるんだよ、割と。でもすごくないですか。武藤敬司はどうだった、それは感想は。あ、やっぱ正直僕30期でも橋本ファンだったし、そんなにすごい思い入れがあんまりなかったんで、あ、普通に見れちゃったんですけど、他の人たちみんなやばかったです。なんかもう出てくるわーってなるの。もっとなりましたし、いや、試合したメンバーがみんなもう放心状態になって、試合後。これはやっぱりすげえと。夢じゃないのかって。夢も変える時代か。いやいやいや、そういう、いやいやいや、言い方がな。だって頑張ってプロとしてデビューして、のし上がって、ドームのメインとかで、勝ち取った夢じゃねえじゃない。いやいやいや。いやいや、でも、あれですかね。まあ、わかんないけど、武藤さんなんてお金払えば来てくれるってもんじゃないですよ。まあね。もちろん、これはマジで言っときますけどね。そんな、武藤さん金のイメージあるかもしれないですけど、誰でも別にやるわけじゃないですから。一気に感じたんです。そうです。このテレビ鳥取を盛り上げてやるねと、はい、あ、っていうよりかはですね、前レッスルワンのことでちょっと揉めた、軽く鳥取ダラーズプロレスがまあ、詳しくは言いませんけど、レッスルワンにちょっと迷惑かけられたことがありまして、それはと芸術の耳にも入ってた、ね、そうです、ちょっと申し訳ないみたいな、悪いな、そうだよ、本当そんな感じです。いい話、そう、うん、それも正直あるんです。じゃあ俺も新日本プロレスに迷惑かけられれば、頑張って新日本プロレスの宣伝会とか当たりに行ってたから、もうインターあれ、新日本のバスに引かれたから、俺もう引退になって、田中さんが悪くない、分かってるんですけど、新日本のバスに、いや、なんかもう、半年ぐらい前から、なんかちっちゃい子が、来るんですよって、運転手が。ああ、面白い。ついに当たられちゃいましたよ。でも、マジで、まあ、こういうのって言ったんだけど、本当、俺、新日本のバスに引かれたら、それありますね。本当に、田中さん、試合やってくれると思いますよ。いや、もうあるね。やってくれないと思う。やってくれ、引かれてるまでですよ、俺。三沢さんが治療してくれるぐらいね。ああ、そんなもんすか。引かれるぐらいにもよるけど、引かないよ、新日本プロレス。いやいや、それは、ね、分かんないですよ、それは何とも言えない。なので、新日本プロレスは、今日未明、都内の神奈川沿いの道路で、新日本プロレスの選手を乗せたバスが七夕広を引きましたってニュースだったら、もう信じないだろ、誰も。何このコントみたいなの。確かに。いや、多分でもね、岩原弘樹って言うと思いますよ、名前。本名で。だから余計でよく分かんない。寺田さんのあの野上アナとか、まあ、呼んでたら余計嘘くさい。七夕広って言ってくれたら嬉しいけど。これ、あれですね。なんか、匂いますね。そうですよね。伊勢丹襲撃みたいな、ほんと。あんな感じになるよな、これ本当にあったのかみたいな。それはやっぱ死ねるの迷惑かかるから、もうちょっとスマートなやり方を考えてもらう、まあ、しろしろと、はい、自分のリングに上げるなら、まあ、もちろん試合、僕田中さんの試合になるけど、本当に引退興行僕やるんだったら、トークイベントとかに、それはもうね、夢がちっちゃい。あ、本当ですか。それでもいいの。全然いいですよ。やっぱ試合してもらった方がいいな。いやいやいや、試合無理ですよ、正直。あの、まあ、言うのは簡単ですけどね、俺正直現実的にもう不可能だと思ってるんで、まあ、あんまり現実主
死にそうだね。そうですよ。試合はできませんよ。引退興行に出てもらえることができるじゃん。ああ、なるほど。まあ、売れたらそうですね。でも、そしたら絡まなくていいんだけど。まあ、そうなっちゃいますね。どうなんだろう。引退しないと。残念なお知らせが。まだ、引退をしないと。あ、まあ、そうです。残念じゃないでしょ。この話の流れからしたもんね。最低でも40まではしないと少なくもちょもちょしませんし、いやまだ3年はやり続けてしまうと やり続けてしまうじゃないんですよ。プロレスもやりますよ。いやこれでもプロレスの需要がなくなってお前がやりたくもできないもんね。そうなんですよね。だってこれどっかに鳥取ダルプレスを中心にどっかからオファーがあるから、確かに確かに、お笑いプロレスラーとしてできてますけど、おっしゃる通りです。自分で団体やってるわけでもないし、まあ確かに一番悲しい引退はおろかフェードアウトみたいな。あの花村って最近あのキャプテンニュージャパンみたいになっちゃうんですよ。そういう上に行くよ。車にかなんかヤングライン、そうです。あれみたいな、どうなっちゃうんですか。西口プロレスはまさにそんな感じだけど。あでもそうですよね。本当にそういう感じで、でもまあそうみんな大体ね、だから引退試合とかできる人って僕一部の勝ち組なんだけなんで、幸せな、本当にトップ中のトップだよ。しかも後楽園とか、ちょっと大きいところで、まあ、ただ修士会ともちろんできるだろうけど、引退がね、ビジネスにできる人って、なるほど、なるほど。いや、おっしゃる通りです。それは何回もできるか、はい、でそう。で、そろそろですね、ちょうど今、もう今11月なんですけど、もうですね皆さんそろそろ1月のですね新日本プロレス大プロレス祭りがですね迫ってきてるんですよ。あるまだ正式にね開催が発表されてないですけど、ああいいん、そこはもうラジオ来てる聞いてくれてるファンだけが来てる。うちではね、はい、今年も大丈夫そうな関係者からの、そうですよね、あれは聞いてました。でですね、まあまあ本当あれですよ、ラジオ聞いてるファンだけに教えますけど、あれですよね、今ちょっと趣向を凝らしてね。そうなんですよね。でもまあ年々増えてないから、はい、一応一人ずつが違う人いなかった。去年同じなんだっけ、去年と一昨年は。いやいや今年と去年って、去年なんて一番すごい変化がありますよ。まずチンスケがいなかったです。あ今年ね、一応ね、一応表向きはチンスケいないことになってますから。チンスケが消えた。そうチンスケ消えます。これ大ニュース、大ニュースですよこれは。でもいた人は今年と去年と一緒じゃない。そうですね、去年からこっち見た目がとかちょっと。そうですそうです。今年来年はね新しい競技を導入しようと。俺も僕も発表しちゃいましたよ、このライト聞いてるファンだけに教える情報ですよ。いいんですかこれ、はい、そのびっくり当日のお年玉プレゼント的な感じ。いやまあまあまあこれを聞いてるファンだけはね先に教えてあげましょう。何でも来るんですか。一応まあ多分大丈夫ね、俺本人には言ったし、ね、はい、あもう言いました。あじゃあ大丈夫です。なんとですね今年から棚橋博さんのモノマネをですねしてる棚尾西口プロレスから、うん、棚卸博さんがですね、うん、参加決定ということで、もう今予定入んないでしょ。一応俺は面白いかなと思って。そうですね、この前どっかの会場で偶然会った時に、あ、はい、話してみたら、はい、ぜひ。ああじゃあよかった。でもやたら棚本さんのことは気にしちゃうのね。そうそう、棚本さんのことは背丈で優しいんだよね。でこれを受けてですね、これを受けて僕それ聞いて、あじゃあ俺棚橋さんやんなくていいんじゃないかなってちょっと思った。それで北沢のしようと思ったんだ。いやいや、なんでですか。あ落合とか落合の子供やればそれどうなんですかね。いやダブル棚橋でしょ、ね、ダブル棚橋ですか。でどっちが、で湯沢さんに僕いろいろ意見を送ってですね、一応もう髪長いし、なんかコスチューム着ればごまかせるかなと思って、大輝さんがいいんじゃないですかって。大輝いるから何しぶしドアにそっくりな歌そっくりじゃないし、コスチュームがそっくりな歌もめちゃめちゃだって、アルフィーの歌もめちゃくちゃだったやろ。一番面白かった。いやいや本当に一番シュールでしたよ。
彼よか。いやいや。まだ見ない。どうなんですかね。ダブルピッチなんでそのチョイスの意味がいまいちわからない。ああなぜタイツ。いやなんかこれやれす。まあタイあのベリーってやつやりたいなと思って俺あの作ろうかなと。試合でやるよ。ああそうですか。イベント中にやりにくくない。そうですか。じゃ楽しくないですかベリーってやつ。あれじゃあでもやるの。棚橋修士役したの。二人ですか。だってもうそもそも大物がいないんだもん。ドーム祭りなのに。そうなんです。モノマネしてる芸人の中で、まあ、中村俊輔モノマネができなくなっちゃう。そうですよね。内藤がいないのがでかいですよね。うん内藤でいいんじゃないの後藤物置も。あ目なんとなくパッチンしてるし。でですね、このつながりで、宇佐さん、もうまだ話聞いてないんですけど、後藤から何も。今年、来年、参加だって。あ、いや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 。違う違う違う。むしろ、あいつからむしろ、珍しくですね、提案が来たんですよ。あいつからですよ。あんなお笑い屋さんも積極的にバイトばっかりしてる時の。俺、あの、あいつがね、俺、なんか、あの後藤さんよりか真壁さんの方が似てるんじゃないかってあいつが言ってきたんですよ。ただもう今迷ってんの、いろんな、なんかプロレスラー以外のやつも手出そうとしてで、まあまあまあ似てなくはないな、ギリギリ。あれ湯沢さんに相談するって言ってたけどな。まあ一応あいつはもうだから湯沢さんが名前考えてるんですよね。もう真壁葬儀ってい う, もう面白い名前すでにあるんで人気よくないけどね正月にね、わかめ葬儀とかやってって、あんな家とかもあって、とんでもない。だからまあ、もう発表しました。から、今年は、棚卸さんが、まあ、もうほぼ参加決定ってことなので、まあね、来る方は、多分みんな見るの初めて、まあ初めていいかもしれないけど、まあ、新日本ファンの人はね、初じゃないですか。いい。コスチュームね、自分で作ったんでしょ。そうですよ、そうですよ。ただ俺立ち位置どうしたらいいんですかね。なんだよ似てねえだろって言うほど似てないこともないし、そもそも俺がそこまで似てる感じもないから。そんなに別にリングで何やるとかじゃ立ち位置とか関係あるの。いや気になりますよ、そこはもう2人して歩いてるわけじゃない。そうですか。なんかあるでパワーバランスがやっぱりなんか、おい俺のモノマネ俺のもんだよって俺が言うのもまた変な感じするし、なんか、ね、どうでしょう。結構困るんですよ。だから2人で棚橋ものが試合でしょ。ああもうそういうことですよ。でもそんなにさ別にどっちも声とか似てるわけじゃないし。そうなんですよね。まあまあまあだから早いな、もう来年の話。そうですよ本当に。もう5年ぐらいなんじゃないかな。4年もしかして。あそうですかね。5回ぐらい出てたのかしら。ただね本当悲しいんですけどね、1回目なんて多分俺とか俊介今日ツイッターでも言われたりとか、まあ実際声もかけられてすごかったんですけど、まあ年々減りますね本当にね。当たり前なんですけどね。後ろいるのか。そうそうそう、まだやってんのかみたいな。本当これもあれが問われるよ、もちもちリファ有明も来年の終わるから。そうそう、ね、会場も再来年になってくると会場も変わるはずだから、はい、そういう時っていろいろ変えるね、今までのものが変わる機会だから、ね、もう今年結果残さないと。結果あれいや僕らも結果残したと思ってるんですけど、あれな何をもって結果というのかは、まあ、何とも言えないですけどね。反応ツイッターが、まあ、まあ落ち着き来てる。あまあまあ反応的にはいいと思いますけどね。まあ一時試合とかと違ってちょっと帰れとか言われることもないけどね。そうですね。ただ多分そのイベント自体が新しくなっちゃったらもうリストラ候補に入るの俺ら絶対入ってると思うんですよ。もう、まあ、そうこのメンバーいらないんじゃないかみたいな。新日本がね今いい時だからね。そうなんですよ、こんな奴ら出す必要あんだからみたいになる可能性ある。だからもしかしたら今年最後かもしれない、ね、僕ら出るのね。本当にネガティブなんだ。今年頑張ろうっていう発表になるのが普通なんだ。ああ、なるほど。来年こそ頑張ってたら、なんで来年そっちで、ね、来年もう最後にならないように、すごい仕掛けをするんで、でその意味もでのダブル棚橋体制なんだ。私、日本に新しいブルペンの、なんで俺がそんな、さらに。プラスですね、今の話つなげますけど、僕らもね、
芸人として頑張ってるんですよ。っていうのはですね、芸人として、そうです、なんとですね、今あの前回チンスケが出たですね、あの細かすぎて伝わらないモノマネの、あれも去年だっけ、去年だよね、今年じゃないです、去年の春だよ、あ、そうでしたっけ、あそっか、だいぶ経つな、出てたチンスケのやつ、また今年もオーディション僕ら行ってるんですけど、あのまあ、あこれ見てる人、あ聞いてる人はあんま知らないかもしれないですけど、あれ収録には僕もガノ君もあと珍獣サンダラガの本間君も行ってるんですよ。なるほど。だからオンエアされたのは、あそうです。で2本目はあれ僕も出てるんですよ正直。ただ2本目はなんか次またオンエアされるかもしれないって言ってたけど、そうされなかった、されなかったやつです。あれ僕も出てるんですよ実は。だからでももうされないよ、1年半ぐらい経っちゃったから。ああ、うん、されないです、僕ら入りだ。だから一応オーディション行った、オーディションで収録まで行った感覚一応知ってるんで、なんとか分かるんですけど、今回の収録、あーオーディションの反応がですね、すこぶるいいんですよ、うん、じゃあタラバタも、えタラバタはもうやってんの？もちろんやってます。一緒にやってんの？やってます。一緒のネタなの？あでもね、一緒じゃないネタもありますね、はい、しんすけのみの。じゃあ何パターンかエントリーしてんの？あそうです、そうです。あのあの番組って大体5本ぐらい、なんかいいなっていうのを5本ぐらい作っていって、で当日結構チョイスします。あのこれじゃあ一発これにしましょうみたいな。うん、そうです、です。だからちょっとオンエア、何が手応えがあったの？みんなのやつ？じゃなくてですね、なんかね、あの番組に、あの番組にチンスケが超ハマってて、これ WWE になったじゃないですか。それ新しくなったのがすごいいいみたいで。なるほど。だからまあこれも言っちゃっていいと思いますけど、あの後藤物置も WWE の選手のモノマネしたりしてます。なるほど、はい、WWE に寄ってきた。寄ってます。え、じゃあ田野本も、はい、あのもう同じも WWE のあの日本人おやった、もう侍でっかい出てなかった、あれバレましたか。なんとですね、侍 TV にもう話題沸騰中、もう侍 TV がパンクしたというですね、あのワイルソー船木、ワイルソー船木はもうですね、地上波にもしかしたら出るかもしれない、はい、でね、これ悲しいお知らせなんですけど、棚橋さんものまであんまハマってないんですよね。なるほど。だからなるべく中村慎介、新日本時代の中村慎介と絡めたネタを明日持っていくんですけど、うん、まあ、それがまあどうなるかなってところですね。なるほど。だからオンエアはあると、ある、まああるとは言い過ぎですけど、うん、あるっぽいんですけど、まあチンスケは出ますね、ま、確実に。こうなったら WWE の今の、そうなんですよ、がいいみたいで、だからこれも豪語を期待ですよ。ね、収録は12月7だから、多分オンエアまた年末にぐらいにあると思うんですよ。多分。本人ですよね。もうあの問題で、そうですよ、終わっちゃうかもしれない。あ、もう決定です。終わるんですよ。終わるんです。春でめちゃイケと、あ、そうなん、終わるんですよ。終わるんだ。だから本当にこれリアルにもう今出とかないとっていうところなんで。なるほど、そうだ。だから僕らもまたね、再来年の新日本プロレス祭りに呼ばれるようにちゃんと今やってるんで。なるほど。はい。WWE 祭りに呼ばれる、WWE 祭りを開いてもらえるように。まあ確かにそうだ。うん、確かにそうだ。むしろ NG や金助出れないよ、別にこれで。金社さとかって言っても出れないよ、そういう。焦ったよ。余計出れなかったよ。でも分かんないよ、クリス・ジェリコの例もあるからね。あ、まあそうですよね、出戻りで、うん、WWE 契約の新日本の、うわでもそれ盛り上がんな。で再来年棚橋対中村、インターコーチね、やべえな。棚橋選手が1年間守り続けて、そうですよね、どうしてもやっておきたい相手がいるんだ、おお中村って言って、中村中村って言って映像だけ出て、やべえよ。そしたらね、プロレスマッスルもいいんじゃん。そう、あ、キンスケ復活、うわ、キンシャサ見れますよ。ね、クリス・チェリコやればいいじゃん、誰か。クリス・チェリコも、でもあんまり地味だな。あ、でも今すごいいいアイデアじゃないですか。いや、すごいいいアイデアっていうか、そのジェリコはでもまあなんかいろいろ複雑らしいけどね。ああ、そうなの。今なんか短期でしかバンド活動とかあるから、バンド活動中だから、今そのWWEの契約期間じゃないから出れんじゃないかとか、ああ、いろんな説がある。あ、そうなんだ。大変と言います。通報されたじゃん。近隣中で。ないですか？勝手に。まあ、パトカーが。無許可で収録してるから。いやいやいや、変な二人がね。変なった人。違ってる。まあ、そうなんです。まあまあまあ、でも、そうか。やっぱり WWE そんな出さないか。
でもなんかね、夢あっていいですよね、それね、インターコンチで、田中さん。なくはないよ、そうですね。日本のあれ考えたら。ただ、まだやり続けてます。はいはい。まあって感じですかね。だからまあちょっともう年末に向けて僕らも動いてますんで。年末年始に向けて。早いね。まだあるでしょ、今年。1、2回は。ああ。収録の。いや、今回でしょ。だって10月、これ10月分だ。10月分。ああ、そうです。ああ、そうかそうか。俺も次、もう送信編撮ろうと思ってたら、まだもう一発あるか。11月やって、12月の年末スペシャルで。いや、そうですよ。6時間枠で。いや、長いよ。生中継であるでしょ。あ、でもなんかスマックみたいな動画とかにしますか？あ、動画ユーザーさんまずいんですっけ？いや、いいよ。大丈夫ですか？田中竹で、田中竹の忘年会にしてました。あ、まあ太田プロのスタジオも使えるんで、ちゃんと。別に。あ、そうっす。最後、あ、今いいやつ。それ。いや、やっぱユーザーさんの生の動く姿をみんな見たいと思いますよ。そしたらなんかね、仕込まないとね。まあ、そうそうです。やっぱり、うん、下北沢剛とか来るかもしれないですよ。あそこで反応を見ればプロレス祭りの絵の、なるほどなるほど、その直前オーディション的なの、ああいいですね、そこでいいのがあったね、後藤物置は何やるべきかみたいな、はいはいはい、ね、あそうっすね、本当にやりましょう、あそうだそう、最後ぐらい動画でいや僕実はなんか公開収録じゃないけど、そう収録ライブみたいなのをしてもいいかなちょっと思ってたんですけど、あ動画の方がいいですね、やるんだ、あ、やりましょうやりましょう、よかったですよ、なんか俺一人だと全部ネガティブなことばっかり言ってたんで、伊沢さんいてくれてよかったです、来年のスペシャルが最後だからネガティブすぎる割には引退って言っても亡くなり教室みたいな、何が乗ってこないすいませんね、ほんとってことで、じゃあまあそうですね、もうほら、はい、もう仕事もありますね。あ、そうですね。そうそう。偵察の人は来る前に、ね、寒くなってくる。もうこの季節ぐらいまでや。次11月末ぐらいになったら若干寒いから。そうですか。でもいつもね、焼き鳥酒井さんのご協力でね。ここでも春だったら、はい、桜、ね、いや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 割といい感じの。いやいや、まあそうですね。まあ、水道橋の水道橋の某場所でやってますけどね。ということで、じゃあ年末に向けて頑張りましょう。はい。じゃあ、ポッドキャスト最後まで聞いてくれた皆さん、愛してまーす。うわー。